これから、あ、はい、まさの電話します。これは普通のあれよ、なんか。これ着物じゃない。うん、これはね、これは普通の。そうね、何のフィルターとかやな。何のフィルターとかやな。何のフィルターとかやな。そうね、まあ男性のスーツとかの生地でしょうね。ブレザーとか、上、上着の、ちょっとね、新種もんですよ、これは。新種も、仕立て切る人もおっしゃったらあれやけどね。あ、これも男物。はいはい。髪の毛取っちゃう。なんとなく色がこう変わってる。髪なんですよ。どこも。あ、それはもう。面白そうよ。これ、だって、復元してこう、ビニールにこう入れた時もなるじゃん。これ大変長い間直すのさ、直すかもしれない。これ、お金にならない。はい。すいませんね。金の私のものが良くなると思います。はい。今日は、あ、残念ながらこれも、なんか、ならない。ならない。すいません。せっかく持ってこられたんだけど。シルバー？シルバー、これは20度30度ですよ。2、3000円しかない。実は測ってみましょうか。何グラムあるんですか？なんですね。100グラムは一応ありますよ。4000なんで俺の子は買ってもらったんだろう。僕は俺だ。やだけ。もし顔出せるんだっても5000円までですよ。5000円まで。5000円まで。5000円やったら400円。はい、6月の8日まではオンです。なんか、ごめんなさい、色付けなぞよ。いや、だって4000円じゃ、4000円うちもなぁと思ってけん。で、ね、ここが何作りしとけと思ってたら。142.何グラムですね。100、だから、まだえらい中途半端ですか。せめて、150.何グラムとかね。何やっか。ちょっと一応、一応、下駄を履かせましたよ。どこいい？もう一回チャンスするよ。何回も、何回もチャンスする。42.9円。何で30円かけたじゃん、ちゃんと。やんねえな。やんねえな。いや40円にしたとしても5000円やろってだけ。努力したよ、一応、査定は、今。はい、わかりました。
磨かん方がいい。磨いたら傷になってしまうもん、これ。あのね、シルバーね、長地磨かん方がいい。それだったら、その汚れてるのにね、あの、洗浄、あの、あれね、超過洗浄ね。それはします。だけど、磨かん方がいい。こうやって傷なし。シルバー結構実は難しいんですよ。触らんがいい。金は簡単、金は私たちでもいいけど、シルバーも触らんがいい。あの、いっぺんね、ツヤにしたんですよ。あ、もういかっちゃう。ダメです。触らんがいっちゃう。とか、もうこれは専門家が、そういう、ほんと超気になってる人。あの、あれだけ、超過洗浄しておきます。お値段つくものは一生懸命つけたいんですけど、ちょっとそれは無理でした。いや、もうそれがならん。はい、ビニールにね、長いで入れときにしなきゃいかんちゃう、うん。それと、その紙のあれもね、そのまましとったらね、あの、結構湿気を寄せてきて、そのまま湿気にペターっとくっつけとる状態で、その壁を入る。拭か直してずーっとしたらね。はい。今、あの、あれしてますか？超過洗浄してます。はい。どうもありがとう。お願いいたします。なんか、今日頭痛くないですか？あのね、あれが、効果がすごく。でしょ？いや、これね、あの、飛んできよっちゃう、中国から。うん、昨日、今日となんか、中で、あ、家の中おっても焦げあるけど、外はもう余計ですね。うん。お伝えいたします。はい、よろしくお願いします。